こんにちは、星優太です。今日も Vlog チェックいただきありがとうございます。今日はですね、11月最終日ということで、1ヶ月の僕の暮らしとか人生とか音楽活動とかを振り返っていこうかななんて思ってます。月末ですんで、毎日更新している Vlog なんで、まあ、月末はなんかまとめる回にしてみても面白いかなと思いましたんで、今日は、より一層普段よりですね、ゆるい感じでお付き合いいただけたらなと思っております。作業用 BGM とかそんなものに使っていただいて、ラジオ的な感覚で聞いていただけたらと思っておりますので、普段よりちょっとゆっくり喋っております。今日もどうぞよろしくお願いします。11月はですね、いろんなことがやっぱり僕はありました。毎月いっぱいあるんですけど、YouTube のことと、あとちょっとどんばまりしちゃったこと、もの、そして、ブラックフライデーとか散財、買い物についてですね、はい、そして音楽活動の近況報告と、まあ、こんなような、軸で、今日は話していこうかななんて思っております。まずは YouTube ですよね。はい、僕のこのチャンネルではですね、動画とか、配信とかですね、ライブ映像とか、まあ、いろんなものをですね、毎日更新してみようかなとちょっとふと思っちゃいましてですね、11月のどれぐらいだろうな、上旬中旬ぐらいかな、はい、毎日更新するようになりまして、一応ですね、今日現在毎日更新が続いております。はい、これも一重にですね、チェックしてくださってる皆様のおかげでございます。はい、全部ですね、再生回数0回とかだったらさすがに僕心が折れてやめてますんで、はい、再生回数とか登録者数とかはあんまり、どうでもいいかなという気持ちでやってるにせよですね、見てくださってる方とかリアクションいただける方がいるんだっていうこと自体はすごく励みになっておりますので、日々チェックいただきありがとうございます。で、見てくださってる方がいるってことを感じられることとか、あとはなんか高評価ボタンがつくとかですね、そういうこと自体もすごく嬉しいんですけど、特にですね、コメントいただけるのがすごく嬉しくてですね、その中にはこうなんかアドバイスだとか新しいことを教えてくださる方もいらっしゃってですね、そういうのってすごい刺激的なんですよね。はい、僕あんまりそうやってフィードバックをもらいたいんですけど、基本的にソロというか一人で活動してるものですから、そういうのはですね、こうもらえないんですよね。僕から調べに行くことはめちゃくちゃあるんですけど、外からですね、持っても見なかった情報が飛んでくるってことは結構僕の活動や暮らしの中でレアだったりするんで、すごく嬉しいことが起こったなという感じです。で、それにより、またカメラの検証を新しく教えてもらった設定でやってみたとかですね、教えてもらったアプリを使ってどうなるか検証してみたとか、そういうことがすごく刺激的だったんで非常に嬉しいです。はい、これからもですね、ぜひチェックしていただいたら、高評価とか気になることとか感想とか何でも励みになりますんで、ぜひコメントいただけたら幸いですんで、引き続きチェックよろしくお願いします。で、僕はですね、Vlog とかライブ映像とかガンガン上げるようになってますけど、なんかその YouTube 上でのし上がりたいとか YouTuber としてやっていきたいっていうふうに思ってるわけではないんですね。ここはちょっと立場を明らかにしておこうかなというか、スタンスをちゃんと明確にしておこうと思ってるんですけど、まあ、僕は音楽やってるというかミュージシャンというかアーティストです。まあ、アンダーグラウンドでかつ自主で活動している人間ですけど、まあ、そういう人間として YouTube っていうこの最高プラットフォームをですね、どれぐらいどういうふうに活用できるかっていう、これをテーマに僕はこのチャンネルで動画をアップしたりとか配信したりしてますんで、そこをですね、ぶらさないようにこれからも面白い動画とか、僕の中でね、面白いなって思う動画とか配信とかを続けていこうと思っておりますので、引き続きぜひ遊んでってください。こういう動画とかこういう配信があったら嬉しいっていうですね、リクエストなんかもぜひぜひ概要欄下のコメント欄バシ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 で書いてください。よろしくお願いします。続いて、今月僕がですね、どんばまりしたものです。ズバリ、お笑いコンビの囲碁将棋にですね、すさまじくハマってしまいました。マジでヤバすぎます。はい、もしですね、囲碁将棋ってなんか名前は聞いたことあるかもしれない、いや知らない、何っていう方がもしいらっしゃれば、こんな楽しい未来はありませんから、皆様ぜひ、今からでも余裕で間に合いますので、僕と一緒に囲碁将棋の活動
お笑いチェックしましょう。はい、これ東京のお笑いコンビで、もう割とベテランかな。もう M1 は出場できない芸歴だと思うんですけど、18年とか7年目ぐらいのベテランの漫才師というかお笑いコンビなんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよね。もうハイパー面白い、一番面白いです、僕の中で今。はい、でもちろん存在は知っていて、 M1 の、敗者復活戦、決勝の敗者復活戦のネタとかで Amazon プライムとかで Netflix とかでも見れるのかな、そういうのでチェックしてたりしたり、あとテレビで、大宮セブンかな、アメトークの大宮セブンの時に出てたりして、すごい面白い2人だなという方はこと自体は知ってたんですけど、しっかりですね向き合って、囲碁将棋を体感したのが、先月の後半下旬末あたりからだったんですよね。これちょっと衝撃受けまして、2021年の11月はですね、僕全ラジオをですねすっ飛ばしまして、全てのラジオ、僕ラジオめちゃくちゃ好きで、移動中はほぼラジオずっと聞き続けてるんですけど、その全てのラジオ番組を囲碁将棋がやっている情熱3ポイントというラジオ番組を聞くということにですね全てを捧げました。はい、このゲラっていうですねお笑い芸人さんのラジオ番組のキュレーションアプリみたいなのがありまして、その中でですね囲碁将棋は情熱3ポイントっていうラジオ番組をやってるんですけど、これがですねマジヤバすぎて本当面白い。もうずーっとお笑い、ずーっと漫才してるっていう感じで、これがお笑い芸人さんのラジオの形だよなということで、かなりもうねもう僕の今月は囲碁将棋でした。完全に最高で、どう面白いのかとか何をしてどうなのかっていうのは説明するのは野暮だと思いますんで、ぜひスマホアプリのですねゲラダウンロードしていただいて、囲碁将棋の情熱3ポイントを聞きましょう。その上で僕とぜひお友達になってください。囲碁将棋の話しましょう。で、 YouTube チャンネルもやってるんですけど、前はねチラッと見たんですけど、なんだかシュールだなぐらいの感じだったんですよね。でも情熱3ポイントを聞いて、もっと囲碁将棋のことをちょっと好きになって調べたりしてハマって、その上で、また YouTube チャンネルで囲碁将棋がアップしている動画を見るとですね100倍ぐらい笑います。ちょっとこれは 見ないと体感しないと伝わらない部分だと思いますんで、ぜひ皆さんにもおすすめしたいんですけど、僕はこの1ヶ月はですね囲碁将棋とともにあった1ヶ月だと言っても過言ではないでしょう。最高、情熱面白い。で、単独ライブがちょうどねタイミングよくやったんですよ。 With Amazing Views っていうので、配信チケットもありましたんで、もう現場はもう売り切れてたんで行けなかったんですけど、配信はしっかりチケットを取りまして、4回ぐらい見ましたね。アーカイブが1週間ぐらいあったんですけど、4回か5回は見たかな。でからの株主総会っていうトークライブも、現場行こうと思ったらチケット売り切れてたんで、配信チケットがあったんでそれを買って、3回か2回は見ました。はい、それぐらいもうほんとめちゃくちゃドハマりしちゃって、僕はこの人たちに出会うためにいろんなお笑い芸人とかお笑いの番組とかラジオとかをチェックしてきたんだという気持ちになってます。それぐらいたどり着いた囲碁将棋という感じがありますんで、これからもめちゃくちゃチェックしていこうと思っております。皆様も僕と一緒に囲碁将棋のお笑いの世界体感してみてはいかがですか。一緒に笑いましょう。囲碁将棋最高。はい、そしてですね、散財のことを触れざるを得ませんので話しておきます。ブラックフライデーと散財ということですね。僕はですねガジェットハンターとしていろんな、メカとかですね装備を整えたりするのが好きなんですよね。もうこれは趣味ですね、ライフワークとして、いろんなガジェットとかサービスとかを追いかけ続けてるんですよね。で、やってしまいましたね。はい、ブラックフライデーというですね最高のイベントに乗じていろんな買い物をしました。はい、なんですけどまずですねブラックフライデー関係なく11月の上旬中旬あたりにですねもう散財の波は僕に押し寄せてきていてですね、もうこの Vlog では散々そのことアップしてるんで今更、じゃーんみたいに話すこともないんですけど、カメラですね、今これを撮ってるカメラなんですけど、ZV-E10 というですねソニーのデジタル一眼レフカメラを、ひょんなことからちょっと事故的な、ことがありまして購入してしまいました。
今までは GoPro Hero 8 Black っていうですね、アクションカメラを使いまして、僕は全部の配信、全部の動画を作ってアップして、いたんですけど、まあ、ほとんどの動画かな、まあ、一部ちょっと別のカメラ使ってるんですけど、基本は全部メインカメラとして GoPro 使ってたんですけど、突然ぶっ壊れちゃいまして、で僕 Vlog とか動画毎日アップしてますし、配信も週1回とか2回とかたくさんやりますんで、僕の今の活動にカメラってマストで必要なアイテムなんで、このまま修理して手元に戻ってくるまで何もカメラがないまま生きるっていうことは選択肢としてなかったんで、これはもう買うしかないということで、やむを得ない状況の中で買ったのがこのカメラでした。結果すごくいい買い物をしたなという気持ちでおりますし、まだまだ突き詰めていきたい、勉強していきたいなということで、まんまとカメラの世界の魅力に僕はハマってしまいそうです。最高で、かなのそのカメラの考察と散財が終わった後にブラックフライデーというのが来ております。はい、これまた散財地獄ということで、やってしまったなという感じがしております。まあ、これはですね、いろんなアイテムを購入したんで、アイテムというか、まあ、僕の活動にとって必要というか重要になりそうなものも買ったし、普通に暮らしの中でこれは使えるって思ったアイテムとかも買ったんで、Vlog でですね、そういうものは紹介していこうかなと思っております。はい、まあ、ここ今これ届いたものもあるんですけど、まあ、これはちょっと開封動画撮ろうかなと思ってますんで、はい、まあ、こういうものとかも、はい、いろいろちょっとやってしまったぶち上げ買い物をいろいろしましたんで、その辺のところは、Vlog でアップするとか、それを使って配信するとか、まあ、映像を撮ってアップするとか、曲を作ったりなんだりかんだりっていうので、そういうところで、皆さんに、お披露目というか発信していこうかなと思っております。はい、僕は買い物するのがすごい好きなんで、まあ、物好きなんでミニマリズムとかっていうこと考え方自体は大好きなんですけど、一方で物とかガジェットとか技術革新みたいなテクノロジーの進化みたいなこと大好きなんで、その辺はこううまいことバランスを取りながら、どんどん明るい気持ちで散財と断捨離を続けていこうと思っております。ブラックフライデー最高。はい、そしてですね、僕の人生の軸となります音楽活動、これもですね、近況報告は月末ですからしておこうと思います。はい、まあ、主に僕のソロプロジェクトのウォズニャックっていう名義での活動についての話が、基本というか中心になるんですけど、今ですね、絶賛レコーディング中です。はい、打ち込みの曲とか、バンド演奏の生楽器ものの曲とか、いろいろ今まで作ってきたんですけど、次のシーズンはですね、生演奏ですね、まあ、ロックアルバムとまでは言わないですけど、生演奏に特化している曲をたくさん作っていたので、それらを取りためて、そういう曲がたくさん出ていくシーズンにしようと思いましてですね、それを制作中です。で、夏にですね、生楽器のレコーディングはあらかた終わりまして、今その次のですね、ミックスとかマスタリングとかっていう、まあ、音を整えたり処理したり、うまいことまとめて皆さんのお耳に入れられる状態に整えるという工程に入っております。で、今シーズンというか次のシーズンはですね、まあ、僕ソロでやってるんですけど、ゲストのアーティストとか、あとはですね、関わってくれてる、まあ、チームというかスタッフというか、そのテクニカルの皆さんみたいな感じでですね、いろんな人とですね、一緒に作ってるシーズンというか曲たちが多いんですね。はい、なので僕だけで完結できない部分があったり、誰かとやり取りしながら進めている曲とかが多いので、それもあってですね、少し進みがゆっくりになってるんですけど、それゆえですね、すごくいいものが作れておりますので、これはですね、どうかご期待いただけたらと思っております。はい、なかなか、お、なん、ボズニアックってこんな感じだったの、めちゃめちゃいいじゃんみたいにですね、思っていただける曲たちがですね、グツグツ煮えたぎっておりますので、どん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 というか、そんなにスピーディーにリリースとか発表できないんですけど、良いタイミングでじっくり
しっかり発信していこうと思っておりますので、本当にご期待いただけたらと思っております。はい、待ちきれないよという方はですね、今までサブスクでリリースされてローズニャックの曲たくさんありますので、ぜひサブスクリプションサービスで聴いていただいたり、この YouTube にオフィシャルオーディオとか投げ込んでますし、ライブ映像もアップつどつどしてますので、そういうものを見ながらぐらぐら待っていただけたらなと思っております。で、ライブ活動もですね、今月からまた再開しました。2021年は4月に1本やって、2本目のライブが11月3日でした。7ヶ月ぶりのライブでした。その様子は、まあ、まさに Vlog でたくさんですねアップしてるんで、ライブ映像とともに見ていただけたら嬉しいんですけど、ここからですね、12月に入りまして、2日と21日にライブがそれぞれありまして、かつ年明けですね、1月にも10日月祝かなにライブがあったりして、ライブ再開してきてますね。まあ、こればっかりは社会情勢と紐づいたことなんで、僕がやろうかやらないか考えて動くっていう以外の要素もたくさんあるんで、世の中と密接に関わりながら、やるんだったらやるし、どうなの、できんの、できないの、リスク高いの、どうなのみたいなことは考えながら、いろいろ鑑みながらですけど、僕はライブやりたいですし、皆さんと現場でもお会いしたいですし、まあ配信でもね見ていただいたりしたいんで、なんとか、ルールを守りながら、こういう社会でもできることをやっていこうという気持ちでおりますので、そんな感じで現場の活動と、あとはこういうオンラインの活動っていうのが、こう両方ともこう好循環で回っていくというか、それによって新しいものが生み出せる活動を目指して動いていこうかなと思っております。はい、月末なんでですね、ちょっとたまには音楽の話というか活動の話を真面目に一人きりの部屋でですね、カメラ目線で喋ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。こんな感じですかね。2021年の11月は、僕的にはこんな感じの1ヶ月でした。はい、YouTube をバシバシ更新するようになったこと、そして囲碁将棋というお笑いコンビにどんばまりしてしまったこと、最高。そしてブラックフライデーと散財のこと、はい、そして音楽活動は今こんな感じですよということをさらってですね、いろいろお話ししてきた、今日はまとめエピソードとなりましたが、いかがだったでしょうか。はい、ラジオ感覚でですね、作業 BGM 感覚でのんびり今日は聞いていただけたらいいかなと思っていました。しかし、後ろが真っ白の殺風景な景色だとどうかなと思ったんで、ちょっとお花を持ってきたりとか、ちょっとこういう角度で撮ってみましたけれども、その辺もですね、どういう風に撮ると見てくれる方がですね、ストレスなく楽しい感じで見てもらえるのかとかも研究しながら、のんびり進めていこうと思っているこの YouTube チャンネルなんで、ぜひこれからものんびり系でお付き合いいただけたら幸いです。はい、でこれからも毎日更新はできる限り続けていこうと思うんですけど、12月はですね2本ライブがあったりするんで、さすがにライブの当日にはですね、なんか更新するのはなんとなく違うかなと思ってますんで、まあ、ライブ当日の更新はなくていいかなという気はしてますが、毎日更新というのが基本的に、あって進んでいこうかなという気持ちでおりますので、引き続きこのチャンネル、そして僕の活動チェックいただけたら非常に嬉しいです。はい、ぜひ、まだお済みでない方はよろしければチャンネル登録、そして高評価、そしてコメント、はい、そして、通知ボタンをオンにしていただいてですね、楽しい、番組目指していきますので、引き続き遊んでいってください。よろしくお願いいたします。はい、そして僕朝はですね、毎朝、ポッドキャストを更新してますんで、10分から15分ぐらいおしゃべりもしてますんで、概要欄からぜひチェックいただいて、朝はポッドキャスト、夜は YouTube という形で皆さんの朝と夜を彩ろうと思っておりますので、引き続きチェックよろしくお願いします。ということで、11月はこんな月でした。まとめ会でした。引き続きチェックよろしくお願いします。今日はこんな感じです。ありがとうございました。それではまた。バイバイ。